奴らが来る前にここを出よう。よう、こんなさ、もたもたしてるのに見つからんかったね。フレンって何者？ねえ、実際のところ、フレンって本当に誰なの？エステルの訳ありな人？訳ありの人、面白すぎでしょ。訳ありな人って…フレンはユーリのお友達ですよ。ま、そんなところだ。友人同士で一人の女性を？見かけによらず、エステルってドロドロな人生送ってるね。なんです？そのドロドロな人生って…いや、いいんだよ。これじゃあ聞かないか。ユーリのこのなんか悟ってる顔、分かってる顔、完全に勘違いしてやがんな。さあ、じゃあアスピオの方行きましょうかね。はい、アスピオ到着です。ついに来ましたね。ここがアスピオみたいですね。ね、洞窟ですね。薄暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。町が洞窟の中にあるせいですね。寒いんやね。なんか涼しいとかっていう感じじゃないんかな。太陽見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。その全員が盗んでるみたいに言うやめてあげて。学術閉鎖都市アスピオ。住んでみたいけどずっとはちょっとしんどそうよね。さて、まあ、入りたいわけですけれども。通行許可証の提示を願います。持ってません。許可証ですか？ありません。ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってるの？持ってません。初めて知りました。中に知り合いがいいんだけど通してもらえない？おるんかな。フレンおるんかな。正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらからな。いや、何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はフレンです。オルディオ。そっちか、そっちが、ま、フレンはここ来たとは限らへんもんね。も、モルディオだと？やはりダメだ。書簡にてやり取りをし正式に許可証を交付してもらえ。ちっ、ゆず聞かないんだから。あの、ならそうならそうな。フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。知らんだけなんじゃん。フレンが来た目的も？もちろんです。ということは、フレンはここに来たんですね。知らんフレンなんて騎士は。ほんまにでも知らん可能性あるよね。何も知らんって言ってる可能性が。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？この人はもう無理よ。やめとけ。あいつらに何言っても時間の無駄だって。冷静に行こうぜ。また自殺ってるけど目立つよね、この格好。でも中にはフレンが。結局今中にいるんかね。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。でも身の危険があるって伝えたところでさ、ぶっちゃけどうしようもなくない？俺はモルディオのやつからブラスティア取り返してついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。カロル先生にお任せよ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。さすがにそこはさ、真正面すぎじゃない？ということでね。都合よく開いちゃいないか。裏からね、入ろうとしましょう。壁を越えて中から開けるしかないですね。地面掘ってもいいんじゃない？早くも最終手段かよ。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしてもモルディは出てこないだろう。カロル先生は普段からそういうことしてるんですね、きっと。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。頼んでも無駄だって。規則ですからエステリーゼ様でもダメですとかいう感じ。カロル、何をしてるんです？犯罪です。よし、開いてよ早すぎでしょ。ダメです。そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。まあ僕ぐらいだよ。
こんなことまでやれるのは。なかなかそんなピッキングとかやれる人おらんと思うんやけど。ご苦労さん。じゃ、行くか。本当にダメですって。フレンを待ちましょう。そんなね、正しいことばっかりね、やってたらね、ダメなんですよ。ピッキングもしていきましょう。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。だいたいこういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で俺騎士団辞めたんだし。でも。んじゃ、エステルはここで見張りよろしくな。でも、あの、私も行きます。姫もね、不法侵入しちゃったね、ついに。イエーイ、入れますね。なんかモルディオンみたいのがいっぱいいるな。あの、少しお時間よろしいです？こっそり入ったのにそんな堂々と話しかけちゃって大丈夫な？なんだよ。フレン・シーフォという騎士が訪ねてきませんでしたか？絶対見てなさそう。フレン？ああ、あれか。遺跡嵐を捕まえるとか言ってた。ちゃんと見てた。今どこに？さあ、研究に忙しくてそれどころじゃないからね。そんなね、他人に構ってる暇ってないもんね。そうですか。ごめんなさい。じゃあ、失礼するよ。家で研究した方がいいんじゃない？まあ、今、本探してるだけか。ちょ、待った。もう一つ教えてくれ。ここにモルディオって天才魔導士がいるよな。な、あの変人に客？みんなの反応よ、変人。さすが有名人、知ってんだ。ああ、いや、何も知らない。俺はあんなのとは関係ない。なんなよ、関わり持ちたくないんかな。変人で言うとザギも変人やからね。ザギも関わりたくないから、まあなんかそういうところが似てるんかな。まだ話は全然終わってないって。もう、なんだよ。露骨に反応するからよくないんやね。どこにいんの？奥の小屋に一人で住んでるから、勝手に行けばいいだろ。そんなツンケーせん。でもそれだけ教えてくれればええだけやのにな。大丈夫なの？うん、大丈夫でしょ。名前出しただけでみんな嫌がるなんておかしいよ。気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな、嫌われてんのも当然だろ。泥棒ってことは知れ渡ってんのかな。元騎士団。態度、そこ、どれをとっても有利って騎士っぽくないよね。まあ、元ですからね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。開けたのはあなたでしょ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど、ね。フレンを追ってきただけなのに、いつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。到着。絶対入るな、モルディオ。ここか。普通はノックが先ですよ。それはそうや。ノックするねぐらいやったらもうトントンした方がいいよね。いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。え、出番って。ここも開けれるんやっけ。ていうか、そっか、すっかり忘れてたけどさ、ほんまにすっかり忘れてたけど、あれか、リタの苗字がモルディオか。それもダメですって。泥棒じゃしてるんって結局違う人じゃなかったっけ。ま、ちょろいもんだね。開けれるんやね。開けられへんドアあんの？むしろ待て、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。もうついてきたからにはね、しゃーないよ。受け入れるしかないよ。すっごい、こんなんじゃ誰も住めないよ。いや、全然住めるよ。その気になりゃ、存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。できるできる、これぐらい広かったらね。ユーリ、先に言うことがありますよ。お邪魔します。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。開けましたよ。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。言えばいいっていうもんじゃないけどね。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら好都合、証拠を探すとするか。
本がいっぱい。この町、なんか本がたくさんあるね。学術都市ですしね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。ユリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エステルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。どんちの本やのに。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。なんです？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。散々泥棒とかなんちゃらかんちゃら言っときながらね。人んちの本勝手に読むんかいっていう。あ、ラピード。おいたいた。うわあ！あう、あう、あうあうあう。人んちなんやから人いるでしょ。いてもおかしくないでしょ。あ、燃やされる。え、あれ、ちょっと。自分ちやのに炎を放っちゃって大丈夫？泥棒は。うわぁ、待て、ぶっ飛べ。やぁ、やぁ。本が燃えちゃうよ。ひどい。あ、女の子？こんだけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はあ？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの。結局多分モルディオじゃなかった、モルディオっていうかリタじゃなかったってことなんじゃない。そりゃテートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何、私が泥棒ってこと。あんた常識って言葉知ってる。ま、人並みには。ラピード、勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識。ちょっと犬入れないでよ。犬じゃないんですよ。そこのガキンチョもその子返しなさい。ほらこんな強そうでしょ、逆らわん方がいいと思うよ。え、ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。え、取ってないよ。な、何よあんた。姫です。私エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさいね、ピッキングしちゃったしね。で、あんたら何。ユーリは謝らない。ですね、泥棒です。このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それでコア泥棒の特徴ってのが、マント、小柄、名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ、リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。してるね。で、実際のところどうなんだ。だからそんなの知ら、ああ、その手があるか。ついてきて。はあ、お前意味わかんねえって。まだ話が。あ、どこに行くんです。いいから来て。シャイコ水石に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。まあ言ってたね、なんかおるって。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。フレン？その騎士ってフレンのことでしょうか。だな、あいつ振られたんだ。振られたっていう言い方よ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。うん、つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか。さあな。まあ行くしかなくなったよね、シャイコス遺跡。フレンもおりそうやしね。うん、着替えた。相談終わった？じゃあ行こう。相談せんと見に行ってたらよかったね。どうか言って出し抜いて逃げるなよ。まあ、マント取ってるだ取っただけかもしれんけどね。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ。困るのは私じゃないし。行ってみませんか。フレンもいるみたいですし。なんかまあ記憶にはあったけど、やっぱ最初はなんかね、後半よりだいぶツンとしてるよね。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない。わかった、行ってやるよ。シャイコ水石は町を出てさらに東よ。うん。お、バトルブックに新しいページ。そっか、リタがこれで仲間になるから。
4人パーティーになるわけやもんね。今5人おるけど、リタについて。なんかリタってちょっと怖いよね。そうでしょうか。ま、あんなもんじゃねえの。なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリが不作法をしたからですよ。コア泥棒に礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの。そん時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。どこ聞いてたんだ。聞こえただけよ。私が怖いとか。気をつけろよカロル。ありゃ根に持つタイプだ。やだな。脅かせないでよ。根に持つよ。ということでね、やっとここでサブイベントが久々に出てきますね。でもやったんじゃないかな、このあたり。まずここを調べて、なんだこれ。あ、コレクター図鑑ね。アイテムを記録しやすいように作ってある自己記入型図鑑よ。自己記入って要するに自分で調べろってことかよ。まあそうとも言うわね。あるといろいろ便利だから持っていきましょう。コンプリートを目指そう。これ引き継ぎはしてないからね。そう、ほとんど真っ白で正しいと思う。おいおい、ほとんど真っ白じゃねえか。お前本当に研究員か。黙っちゃった。サブイベントって言っていいか分からんけど、これとベッド付近の棚を調べる。あ、これか。悪人は平気で嘘をつくもんだがな。あ、こら待て。女の子の部屋の引き出し勝手に開けちゃいけません。そうよ、そこがさ、下着入ってるやつだったらどうすんの。そのお嬢さんの盗みの証拠があるかもしれないだろ。私が調べます。そうよ、パンツとか出てきたらどうすんの。パンツとか、え、ちょっと、あ、なになになに、パンツだった。大丈夫、誰にも言いませんから。何があったのかな。乙女の秘密だろ。ちょっとそこの後で覚えときなさいよ。エステル気をつけるよ。違うわよ、あんたよあんた。絶対パンツやわ。エステルと呼んでください。今のがサブイベになるんやね。あんたエステリーゼだっけ。はい、長くて呼びにくいと思うのでエステルって呼んでください。エステリーゼって見たとこ貴族のお嬢様よね。よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。あ、いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ強敵だな。心を開いてくれない。ということで、じゃあ、ごめんね。なんか、リタ、結構いつも入ってもらってたから入ってもらいたくなっちゃうんで、リタちょっと入ってもらうんですけれども、さあ、リタのね、カスタムセットとかも持ってきて、じゃあみんなもまた、ここでいいタイミングなんでお着替えしようかな。強そう。あ、これとかさ、よかった、みんなと会ってて。どうしようかな。これしよっか、これ。ちょっと待ってよ。ラピードは、じゃあこれにする。なんか結構みんな揃えた方がよかったかな、なんていうか似たようなやつに。一途なコメディカルで、うさ耳がついとるんか。なるほど。嘆きメガネ。ティアラ。天使セット。あ、いいじゃん、天使つけちゃおう。で、ニタが何があるかな。あ、あんまないね。猫猫ウェイター。求道者。風呂上がり。なんかセクシーさがあんまないな。謎の転校生。メルネス。はるかでしょ。どれにしよっかな。求道者。いや、猫猫ウェイターで行くか。で、カロル先生もちょっと変えるか。バシリーズか。学生服はみんなで学生服したいよね。あ、じゃあ、クロノアで行くか。よし。ユーリの髪の毛をいいじゃん。ということで、どこって言ってたっけ。シャイコ水石か。シャイコ水石に行きますか。シャイコ水石付近にさ、
冒険王のあのね宿があるっていう情報があるんですけど、ここがシャイコ水石よ。まああのゲームクリアまで発生するらしいので、うん、ちょっと見つからなかったんでまたちゃんと場所調べときますということで、シャイコ水石です。いや、いいね、遺跡雰囲気が。シャイコ水石、さあ久しぶりのダンジョン。騎士団の方々いませんね。いないね。めっちゃなんか混んでるんやけど、ラピード。この足跡まだ新しいね。うん、そう、足跡あるね。騎士団か盗賊団か、その両方かってとこだろう。きっとフレンの足跡もこの中にあるんでしょうね。足のサイズから判断してみようかもな。一回寄るよ。ほらこっち、早く来て。うい、かわいいな。モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だな。モルディオさん。始末ね。その方が私好みだったかも。不気味な意味で同調しないでよ。そういうお趣味なんですね。仲良くしましょうよ。ね、仲良くしよう。騎士団も盗賊団もいねえな。今んとこシーンとしてるね、めちゃくちゃ。もっと奥の方でしょうか。奥って言ってもな、誰かいるようには見えないよね、今んとこね。まさか地下の情報が外に漏れてんじゃないでしょうね。あれ、なんか知ってる？地下？ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。あー、そう。まだ一部の魔導士にしか知らされてないはずなのに。こんななんか昔からありそうな遺跡やのにね。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ、身の潔白を証明するためだから。身の潔白ね。まだ信用してへんのよね。引きずり跡あるな。地面に擦れた跡があるね。ね、発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど、来て正解だったわ。なら早く追いかけないと。これを動かせばいいんでしょ。こんなみんな動かせるもんなんて。よく元に戻せたね、入った後。そら無理よね、一人で。なんかスイッチとかあるんやっけ。ほら行くぞ、もうちょっと頑張れよ。うん、頑張れクロノア。いっしょっと、ユーリが力持ちすぎでしょう、きっと。ほら、もう少し。多分ユーリが力持ちないと思う。カロル、大丈夫です？これくらい余裕だよ。めっちゃ疲れてる。じゃ、行くわよ。4人であれば楽々やったやろうにね。じゃ入りましょう。涼しそう。遺跡なんて入るの初めてです。今すっごい暑いからさ、こういう涼しそうなとこ見るとなんか気分が爽やかになるね。そこ足元滑るから気をつけて。優しい。何見てんのよ。その格好でそんなさ顔する。かわいいな、ユーリはこんな格好やし。モルディオさんは意外とお優しいなと思ってね。これなんなんやろね、元ネタユーリのね。やっぱり面倒引きずれてきた気がする。元ネタというかなんかで手に入れた衣装なんかな、イベントで。別に一人でも問題なかったのよね。リタはいつも一人でこの遺跡の調査に来るんです？そうよ。あの石どうやって動かしてんの？罠とか魔物とか危険なんじゃありません？何かを得るためにリスクがあるなんて当たり前じゃない。その結果何かを傷つけても私はそれを受け入れる。傷つくのがリタ自身でも？そうよ。なんか普通の会話にしたら結構重たい話してるよね。悩むことはないんです、ためらうとか。何も傷つけずに望みを叶えようなんて悩み、心が贅沢だからできるのよ。心が贅沢。それにブラスティアは私を裏切らないから面倒がなくて楽なの。なんかさ、あんまりさ、サブイベ結局やってないからいろんなとこ深掘りできてないけど、なんか今回はきっとサブイベでなんか深掘りとかできるよね、みんなのこと。なんかリタってすごいです。
あんなにきっぱりと言い切れて。何が大切なのか、それがはっきりしてんだな。私はまだその大切がよくわかりません。旅の中で見つけよ。適当に旅して回ってりゃ、そのうち嫌でも見つかるって。カロル先生はどんな感じで聞いてたんやろ。遺跡探索。遺跡の中って外とは全然違うんですね。うん、なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カロルも初めてなんだ。まあね、僕の専門は魔物を狩ることだし。あ、これなんだ。触るな、触るな。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ。罠とかあるから。今何かカチッて落としませんでした？しましたね。カロル！悪い、余裕なかったんだ。それの方が痛そう。これじゃあ罠にはまった方がマシだったよ。この子、ダメか。発掘前のブラスティアってこんな風になってんだ。大昔の人は何を持ってブラスティアを遺跡に埋めたんでしょう。さあね、その辺のことは今も研究中よ。分かったりするんかな。こんだけあるならアクエブラスティアも落ちてねえかな。どれもコアがありませんね。なんだ、それじゃあ動かないじゃん。アクエブラスティアだけあってもね、コアが必要やもんね。コアもコンテナも完璧なんてブラスティア、そうそう発掘されないのよ。あったらもうすでになんかね、誰か持っていってそうやもんね、帝国とか。術式により魔術を発現するコア、その魔術を調整するのがコンテナ。両者が揃ってブラスティアと呼ぶ。ブラスティアはそれぞれ異なった性能を持ち、その性能を表す門がコア上に浮かぶ。現代技術でコンテナの生産は可能だが、コアは再生不可能である。です。まあ、なんか本で読んでいろいろ知識得てるんやけどさ、なんか説明係みたいになっちゃってるよね、ステル。要するに発掘品を使うしかないコアは貴重ってわけだ。泥棒が盗むのも当然だな。そうでもないよ。エステリーゼが言った本の内容はちょっと古いの。うん、古いってどういうこと？発掘品より劣化はするけど、簡単なコアの復元は成功してる。本当ですか？だから私なら盗みなんてバカな真似はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね、それが魔導士よ。立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。何、熱弁することは恥ずかしいの、リタにとって。口では何とでも言えるもんね。まあそうね。その辺に使えるブラスティアが残ってるかもしれませんよ。イエーイ、いいの発見。こっちのはコアが残ってるよ。そのコアをこれ使って撃ってみて。このリングについてるのブラスティアのコアと同じものだな。術式を文字結晶化することで必要に応じてエアルを照射するブラスティア、ソーサラーリング。やったね、ソーサラーリング。その説明ちょっと違う。照射してブラスティアにエアルを充填させるが正解よ。ってあんた知ってるの？古い遺跡の鍵代わりになるとお城の本で読みました。本物は初めて見ます。お城？あんまり言うべきことじゃなかったんかな。お城におるってことはだってね、そういう人ってことやもんね。撃てばいいのか。ユーリは多分感づいてるんよね、元から。あのブラスティアのコアをそのソーサラーリングで撃つだけよ。狙うものに体を向けて撃つのよ。飛ぶ距離に限界があるから試してみるといいわ。うい、Y でソーサラーリング発射。はい、終了。押しただけ。これってさ、結局万能やったっけ、ソーサラーリング。ストリムの門、移動を示す紋章ですね。これあのクオイの森で、あの塞がってたところあるじゃないですか。それってソーサラーリングで焼けるんかな、今回は。なるほど。やったー。あれ、何？侵入者退治の罠ね。あー、
回るもんじゃないやね。どっちかっていうと、気をつけながら先を急ぐとするか。守る人やもんね。いいの？私実はもっと奥に誘い込んであんたらを始末するつもりかもよ。いやいや、こっちも強いですからね。罠より怖いのがここにいたよ。ソーサリーリングで焼いちゃうぞ。持ってて。大事なもんじゃないのか。この先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ先頭歩く俺が持ってた方が効率いいな。先頭歩いてるんやね、普通に。ソーサラーリング、やったで。あ、ソーサラーリング乾燥。昔の人間はこんなリング一つでいろいろなもんを動かしてたのかね。ええ、この遺跡だけじゃなくて他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。誰かさんと違ってね。え、でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。ふーん、信用されてんだな。それをユーリがもらっちゃった。やったぜ。めっちゃおるんやけど、敵に当てても大丈夫？やったー。まさか編成を乱されるなんてな。行くぜ。編成って聞くとなんか変な感じするよな。後ろから来るなんて卑怯だよ。ありましたね、乱されましたもんね、ほんまに。不意打ちだ。十分乗り切れます。まあ乱されてもね、みんな強いんで大丈夫です。ガリオンマ、不意打ちで勝てるとでも。勝てるとでも。こんなところで負けられません。まあ、こういうこともあるよっていうチュートリアルやね。うん、いいね、レベルアップ。びっくりした、後ろから不意打ちなんだもん。まあ、どんな状態の時でも敵のいそうな場所で油断すんなってこった。まあ、その通りやね。後ろから襲われたら誰でも戦闘に巻き込まれる可能性があるんですね。そういうことだ、気をつけないとな。まあ割と大丈夫でした、これね。先制攻撃あるのみよ。意外と大丈夫やったよね、今までも。後ろからね、攻撃されると、まあ自分が組んでる編成とちゃうのになるよっていう、そういう話です。先制ね。何よ。何よ。ちょっと揉めてないで。また来た。楽しそうに来たね。さっき貸したのであれ撃つの。ああ。ほらよ。もうやっちゃったんやけど私。今のうちに。あ、でもそこをカットしてるわ。ソーサラーリング、痛くしたらごめんなさい。ああ、そういうあれね。ピオって出てくるよっていう、そういう話ね。ソーサラーリングで打てば。それのチュートリアルもあるってことね。なるほどな。先制攻撃か。そういう使い方もできるんですね。そういうこと。さっさと行くわよ。はーい。敵に当てると気絶状態に今なりましたね。っていう話ですね。お城って言わなかった？これあれやな、あのエステルの話やね。ねえ、あんたさっきお城がどうとか言ってなかった？え？あ、それは。ああ、前に俺が城にいたんだよ。騎士やってたんでね。はあ？あんたが騎士？何バカ言ってんの？それはでも正しいんですよ。信じられないかもしれませんが、本当のことなんです。はあ、世の中まだまだわからないことでいっぱいね。ったく。どいつもこいつも似たような反応しやがって。絶対有利は気づいてるもんね。話すり替えられた。でもなんだかんだで多分リタも気づいてるんやろうね。分かってるんやろうね。リタ、戦闘の心得。ずっとアスピオにいたのに随分戦い慣れしてますね。せやね。魔術を使い慣れてるだけ。それとどんなことにも動揺しない心を磨いているだけよ。どんなことにも動揺しない心ね。何か問題でも？うわっ、いらっ。ごめん、魔物と間違えた。いつかびっくりさせる。させれる日来るんかな。まあ、なんか忘れた頃にやればね、いいんじゃないかな。はい、強そう。おい、めちゃくちゃ強そう。なにこれ、これもブラスティア。こんな人形じゃなくて俺はアクエブラスティアが欲しいな。ブラスティアのさ、概念広すぎじゃない？ちょっと、不用意に触んないで。ペタペタ。この子を調べれば、念願の自立術式を。あれ？神そうやね、自立術式、術式って。この子も、コアがないなんて。あ、
リタ、お前のお友達がいるぜ。モルディオモドキ。ちょっと、あんた誰？行っちゃったよね。じゃあ出てくるんかい。私はアスピオのブラスティア研究員だ。だとさ。お前たちこそ何者だ。ここは立ち入り禁止だぞ。こちらも研究員です。一人だけ。あんた救いようのないバカね。私はあんたを知らないけど、あんたがアスピオの人間なら私を知らないわけないでしょ。服装変わってるから気づいてないだけかもよ。むちゃくちゃ言うな。リタ・モルディオです。あ、どっか行っちゃった？て、邪魔の多い仕事だ。騎士といい、こいつらといい。まあ戦いますよね。うわ、動いた。リタ、痛い。骨の一つでも折れてそうやけどね。あ、でも骨折も直しちゃう。いいなあ、それ欲しいなあ。あ、痛くないわ。これって…な、何？すぐ見て分かっちゃう。え、ただ怪我を治そうと…ブラスティア関係なかったんじゃないっていうね。まあそういうことなんでしょうね。さすが天才。ちょっと、サボってないで手伝って。そうよね。まあ、しょうがないわね。たださ、めちゃくちゃ痛そうやったんやで。ちょっとは心配しようよ。で、おじさんが出てきたよ。私、あのバカを追うから、ここはあんたらに任せた。任せたって、いけねえぞ。あのバカのせいで。仲良く人形遊びするしかねえな。ユーリさ、めっちゃ怪我しそうやね、上半身裸やから。速攻ぶっ倒して、あのバカを追うわよ。よし、じゃあできるだけ早めに倒しましょう。あんたら気をつけなさいよ。はい。相手は加減知らないんだから。まあ、本当にこんな大きいの倒せるんです？倒せます、倒せます、大丈夫です。おとなしくして。前のエクピアもね、ブラスティアにだって心はあるのよ。そこそこ時間かかっちゃったから。乱暴者には剣が一番効くんだぜ。なあ、もうしょうがないわね。だからまあそこそこかかるんじゃないかな。ちょっとスペクタクルズでも使ってみる。せっかくやし、もうちょい下か。スペクタクルズあるよね。教え込んでやんないよ。あー、まあ削れてるけどまだまだ結構残ってるね。7200か。よっ、へい。あ、なになに。あ、シークレットミッション？それ何か結局なんかあんま分かってなかったし、なんか大してこないしてなかったけど、まあいいかな、それは。ブラスト！ブラスティアの悪用は許さない！追っかけてぶん殴ろうぜ！はい、穏便に行きましょう。いやいや、ぶん殴ります。おそらくシークレットミッションってあれとかに関係あるよね。実績。スチームなんですけど、実績とか。全身に力がみなぎるぜ。みなぎるぜ。あおー。よし、いいね、レベル上がりますね。レベルはね、低いからね、武器が強いだけで、武器と防具が。あとは動力を完全に立てば。ごめんね。私らもコア泥棒しちゃう？持っていこうよ、せっかくなら。ダメかな？リタも早く！わかってるわよ！エステルは？心配してる？でもフレンは。フレンね。あんな怪しい奴がうろうろしてるところに騎士団なんていねえって。フレンね、おったらおると思うからさ、普通にちゃんと。じゃあもうフレンは多分もうここにはいない。行くぞ。あの子を調べたら自立術式が解析できたのに。また調べに来。そのために僕らを戦わせたの。当たり前でしょ。でもリタも戦ってたよ。なんならカロル先生の方が、あれよ、ベンチにいたよ。告白人だよ。泥棒探しのついでに手伝ってもらっただけよ。口じゃなく足使えよ。バトルブックに新しいページが追加されました。さあ、どこに行っちゃったんかね。探しますか。